楽器を紹介したいんですが、はい、楽器といっても様々ありますよね、うん、今日ご紹介するのは竹の楽器です。愛媛大学の女子大学生2人組が中心になって作りました。まずその優しい音色を聞いていただきますが、実は演奏することだけが目的ではないんです。懐かしい感じがして、なんかちょっと癒されました。心を癒す音色を奏でるこの楽器、作ったのは大学生です。こんにちは。すいません、作業中に。今これ竹？竹です。何をされてたんですか？節があって、でここをぶち抜いて、ぶち抜きたかったんです。愛媛大学3年生の君岡きららさんと上田愛子さん、二人が中心になって作っているのが、あの癒しの音色を奏でた楽器。材料は竹です。私は木琴をちっちゃい頃からずっとやってたので、竹楽器っていう案を出したので、で愛子はダンス部だから、バンブーダンスとかで地域資源を生かしながら自分の個性も乗っけて、それで地域活性化につなげれたら私たちも嬉しいし。地域活性化。2人が所属するゼミは、人口減少が深刻な伊予市三宅地区の魅力を高め、地域活性化を図ろうと、伊予市と愛媛大学などが共同で行っている見てみーや三宅プロジェクトに取り組んでいます。この楽器作りもプロジェクトの一環。こうか、OK。慣れない手つきで、でも一生懸命に楽器に必要なパーツを一つずつ切り出していきます。楽器の材料となる竹。実はこの竹、今地域が直面している問題でもあるんです。もともとはここはちらほらありますけど杉林だったんですね。でいつの間にやら竹がどんどんこうはびこってきて竹林になっちゃったっていう感じなんですけど、伊予市内に広がる放置された竹林、折れて他の竹と重なり合っていたり、根っこから抜けて倒れていたりと、もはや人の手では整備が追いつかないほどで危険な状態となっています。まあ、このまま放置しとくとちょっと本当にあの畑とか集落と飲み込まれちゃうんじゃないかなということで、三宅地区の活性化プロジェクトに共に取り組む地元の富田さんは、この山から切り出した竹を楽器作りに提供。放置竹林の問題解決の糸口として大学生の取り組みを応援しています。頼もしいなというか、なんか若い人たちに今そういう竹なんかにも注目してもらって一緒に活動できるっていうことがちょっと楽しみになってますね。あ、いいんじゃない？どう？そう。ちょっと濃くなってきた形に音が鳴った。ちょっと嬉しいな。ものすごく静かな地域だなっていう印象があって、まあ、そこになんか竹の楽器がちょっと鳴る地域で、その音が鳴って、あ、今人がいるんだなみたいなとか、その地域の人に、あ、なんか今この地域動いてるなみたいなことが感じてもらえたら嬉しいなって思います。今宮城地区って聞いても、あ、山奥みたいな、何それみたいな人が多分ほとんどだと思うんですけど、あ、宮城、あ、竹楽器やってるよねとかいう、そういう知ってる人を増やしたいと思っています。あ、エイトンだ。
今月、みやき地区で旬を迎えたレンコンの収穫体験が行われました。地域を盛り上げようと3年前から住民がボランティアで行っているこのイベントで、君岡さんと上田さんお手製の竹楽器が初めてお披露目されました。これはスリットドラムです。なんかここの切れ込み入れたところがちょうど響いて、初めはなんか適当に切ってこれ何の音かな、シーかな。1ヶ月間試行錯誤を繰り返しながら作り上げた竹の楽器は6種類。地元の人たちにも協力してもらって一緒に演奏します。そう、これを叩くよ、ボンボンって。あ、そうすごい音色が優しくっていいなと思いました。結構子供が喜んで触ってたんですけど、これちょっと触ったらすぐに音が出てくれるんで、すごく楽しいんで、ちっちゃい子たちに触ってもらいたいなっていうのがすごいあって、自分たちが思ってたじゃない使い方とかもやってくれたりして、なんかめっちゃなんかすごく嬉しかったですね。はい、みやき地区来てみてやっぱり竹が多いなっていう印象を私は持ったので、やっぱりここから竹を発信していけるように頑張っていきたいと思います。